高岡銅器の歴史ですが、まあ、約400年余りの歴史がございます。まあ、7人の職人、鋳物職人が高岡の金谷町というところに、送り込まれてから作業を発展していると聞いてます。いや本当にと思って、いや懐かしいなという思いと、まあ、そういった世界にこういった伝統工芸とか日本の職人の技っていうのも、まあ、あるんだと思って、やっぱかなりマニアックな世界なんだろうなというふうに思いましたね。でもすごい面白い企画があるんじゃないかなと思いました。一つの商品、作品、商品にね、50何個、54個も使うわけじゃないですか。だからそれかける個数にトップになると、そうですね、こういう細かいのでいっぱい手間を始めてる。この一枚のキャンパスの中のこの辺の部分は8割ぐらいとか、すごい無理なんだよって言われてます。で、まあ、最初に、まあ、それ無理ですよ、できないって言ってしまったらそこで終わりなんで、まあ、自分もそれをチャレンジしてみることによってまた新しい色が生まれてきたっていうのも事実ですので、やはりそのいろんな方々から無理なんだよって言われて、それチャレンジしてみることによって職人としてもまた自分もステップアップできる。